はい、こんにちは。えー夕が、朝のと夕方の通勤時間は、えー、運転下手な、あの、通勤のドライバーが多いんで、気をつけろ、気をつけろ、みたいな、気をつけろ、みたいな感じですね。まあ、そういうことです。えー、日本一周を達成する。はい、ということで、えー、今日はね、日本一周の、まあ、関連の、 こととについいいてて話しここうと思いますこれスイカですねスイ。スイカ、画面に俺入ってないの。スイカですね。スイカあの、甘くてめっちゃ大好きなんですよね。はい、関係ないです。これちょっとのっけましょうね。はい、よいちょっと。はい。それでは、えー、これなんか微妙にさっきより位置が悪いような。まあ、あの、ちょっと部屋のね、 ライトの反射があるんで、なるべく反射せんような角度にホワイトボードをやったんですけど、んなんか位置が悪いんですけど、部屋散らかってるから、位置がなかなかないが、まあ、ここでええわ、みたいな感じでやってます。はい、それどうでもいいことで、はい、今日はさっきの、一個前のね、昨日、じゃあ昨日やけど、はい、えー、6月6日土曜日、え12時15分に配信してます。で、昨日のね、一個前の動画で、アイスマンふく止めっていうのをね、 ホワイトボードに書いてたんですけど、時間なくなって説明する、それも入れたろうと思って、あんまりてんこ盛りにしすぎて、15分以内の動画やったらちょっと入りきらへんかったんで、あの、あのー、今回説明します。します、します。はい。えっ、ー、とね、まあ、何かっていうとね、あの、まあ、これはもは日本一周評論、評論家、日本一周もして、日本一周評論家になりたいんですよね。 評論家ってな、そんな論家みたいな感じだけど、日本一周評論家になって、日本一周をしたい人を助ける一般社団法人日本一周協会みたいなのね、作れたら最高ですよねっていうただの夢です。はい。だから難しいですよね。これ社団法人で作ろうと思ったらね、まあ、やっぱりね、稼ぎが1000万以上ないとね、あかんらしいんですよ。なんかそうせんと損になるっていうか、 でアイスマン福留さんがあのアイスクリーム評論家っていう人でそれで生活してるんですけどわそんなんできたら自分の好きなことやって生活できたらいいなとね日本一周もしてないんですけど思ってで、まあ、この福留さんっていう人を参考にしようっていう感じの話なんですけどこの人何かっていうとね僕はあのホリエモンチャンネルで出てきたので。 知ったんですけど、と思うんですけど、アイスクリーム評論家って、アイスクリーム1日3個かな年間1000個ぐらい食ってるんかな食ってますっていう人で、それで、あの、アイスクリームの、あの、メーカーとかの、あの、イベントとかに行ったり、その、アイスクリームいろいろ紹介したり、記事とか書いたり、業界誌で記事とか書いたりして生活してるらしい。それでもう1000万ぐらい。社員の人も一人いてるんかなソフトクリーム評論家みたいな人社員にして、 はい。ちょっと僕、喋ってる時、ふがふが言うんですけど、ちょっとあの、市でも、あの、心配機能が衰えまくってるんで、そんな感じなんで、許してください。はい。あと、マスクしてるんで、しんどくて、はあはってなって、ふが、ふがってなってるんですけど、変態じゃない、変態やけど、変態ですけど、そういう、ふがんが言いながらな、興奮しながら喋ってるわけじゃないんで、しんどいだけなんで、お許しをください。はい。それでね、 なえー、ど,どういうことか言いたいんや。アイスマン評論あのアイスマン福留はなんでアイスクリーム評論家になったかっていうのをね、ちょっと説明してみたいと思うんですけども、まあ、この人、最初トラックドライバーやってたらしいんですよね。トラックドライバーやってて、エモンのなんか本かなんか読むなんかなんかで、感化を受けて、で、トラックドライバーするより IT 系の企業入ろうと思って、全然プログラムも何もできへんのに、 面接受けで IT 企業に入ったんですよね。もうその当時、IT 企業って人手不足で、今もそうかもしれないですけど、あの、もう誰でも取ったるわ、みたいな感じの時やったらしいんですよ。んで、なんか全然スキルも何もないんやけど、まあとりあえず取ったるわ、みたいなの取ってもらって、そっから勉強したみたいな人やって、で、まあいろんな自分でイベントやったり、まあ企業をやったりして、もしてたんですけど、ある日、なんかアイスクリーム好きやから、 アイスクリーム評論家になったらええんちゃうみたいな思ったらしいんですよ。で、別に全然それまでアイスクリームめっちゃ興味あって、まあ興味あったり好きやったんかもしれない。そんなに研究もしてないんやけど、そや今日からアイスクリーム評論家になろうって、今そ、今そっから勉強して、いろいろ知識をつけて、一日アイスクリーム何個も食って、ほんで、あの、ホームページ、僕はアイスクリーム評論家ですって言って、もう作って、作ってしまってから、そうしたらもう逃げられへんから、 まああの、あの、ひろゆきとかも、2チャンネル作ったひろゆきとかも、そんな感じでやったらみんな、この人みたいになんか勉強して、俺は今日から評論家やって言ったら、もう、評論家って自分が評論家って言ったら評論家やから、それでいいんちゃうみたいな感じで、ほんで、年収ね、何千万も多分稼いでると思うでその仕事で、アイスクリーム食ってる仕事っていう評論、評論とか書くだけで、すごいなと思う。それ日本一周、評論家って、 できんじゃねみたいなの。ね、アホやから思って。まあ、できへんと思う。あ、できへんって思ったらあかんなあの、できんちゃうみたいな思って。いいな、その一般社団法人みたいなの作って。これもちょっと調べたら、あの、二、うん、人おったら作れるらしいんですよ。んで、一人辞めて、そっから一人辞めても一人でもずっとできるみたいな感じで。これもなんか株式会社で今1円とかで作れたりする。ようわからんのですけど、そういうアホやから調べてもね、難しいんやけど、 作まあそこそこ1,000万以上1200万とかそんなんあったらこういう風に会社にした方がいいんかななんか分からんけど経費ではし、まあ、2,000万個人事業主やったら2,000万ぐらい稼ぐようになったら株式会社にした方がいいですとかいう話を聞いたことあるんですけどまあ一般社団法人なんやろうなあのー、今何と言うんかな あの公益法人とかってすごい難難しいらしいんですよ。こういうので大体あの日本一周協会とかね、僕作りたいなとか思ったね。その日本一周する人のためにいろんな雑誌発行したり、やり方とか、距離とか、こういうアイテム持ったらいいとか、サポートするみたいなね、いろいろ泊まるとことか調べる雑誌とか作ったり、なんかいろいろあると思うんですよ。日本一周したい人最初どうやったらいいかね、僕もいろいろネットで今調べれるんだけど、まとめて、それをちゃんとやる冊子とか作ったり。 応援したり、なんか割引とかできるみたいなのとかね、やったりするような団体みたいなのあったらすごくいいんじゃないかと思って、そんなん作ったらいいんじゃん。それでまた収入も会員とかから集めるんかどうかわからないなんかまあ仕事で維持しててもいいんやけど、なんかそんなんができたら夢やなみたいな、もうね、おっさんやのにね、もう20ぐらいやったらそれ、20歳ぐらいの子がそんな言うてんやったら夢あるけどね、もう僕も結構じじいやのに何言うてんやみたいな感じもあるけど、夢は捨てたらダメだ。 みたいな感じで、あのまあ、こう、目指し、一応ね、夢で目指したらいいんじゃ、一般社団法人になりたいな、みたいな、もう,もう全然、ね、えあれ、かなえへんかもしれんけど、夢っていうのは持ってたらいいですよね。笑うやつは笑え、みたいな、あの、坂本龍馬がね、我の思いは我こそぞ知る、みたいな、なんかこと言うてますよね。なんか、うん、そういうの素晴らしいんじゃないかと思って、やってみるだけやってみて、ねえ、 やってみてってててみいうか適当に心で思ってってあの <laughs> まあ失敗したら失敗したやんみたいな感じやからねまあ何でも夢はね持ってたらいいと思うんですけどっていうことでこうそうですよねそういうことでこういう人を見習って何でも自分の好きなの評論家ですみたいなあのねマスコのなんか知らない世界やったかな忘れたけど。 で変な人っってていっぱいぱ出てくるじゃん自分の趣味に極め,極めるっていうか追求してる人みたいなのねあれに出れるぐらいになったりあのね昔ねスカフコーヒーの宣伝でダバダダダダバダみたいなのねコーヒー飲んで何々は知っているみたいなあのキャラクターであのあのなんアルピニストの野口なんとかさんは知っているとか言ってこうコーヒー飲んであんな風に紹介されるみたいなんとかあのワインえ ソムリエのあのね田崎真也さんみたいにね一つのことを極めてなんかみたいなあそこまでねあんな二人みたいなすごいのはあの難しいと思うけど、まあ、野口なん太郎さんがねなんかほんまの登山から,からしたらあんな人そんな大してベスト10にも入ってないでとかわわ悪いこと言ってもたなんかい <laughs> 聞いたんです有名なだけやでもそ,そのテレビ出てコマーシャル出てるっていうのもね腕っていうか腕だみたいな才能だみたいな思うんで。 ね、すごいと思うんですけどそれで生活してたり山登ったりしてるんやからねなんかわからんけど山ね、うん、誰がすごいとかね何を基準にして決めるんやっていう感じで詳しくないか知らんけど山マニアの人が山マニアっていうかその登山家の人がテレビ出て登山家のプロ,プロっぽい人がそういうことを言ってただけなんで僕の意見じゃないんでまあ逃げですね今。<laughs> うんまあ まあでもすごい立派な、自分の好きなことやってて生活できるっていう人はすごいと思うんですよね。立派やし。まあそれをまあ目指すっていうか仕事したないやんみたいな感じですね。すいません <laughs>。好きなことだけやって、やりたい。仕事したないっていうので YouTube。不純やな。まあ今からそんな時代になってくるとかじゃ堀江も言ってるけど、あと50年後ぐらいやろとか思うんやけど、まあ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 、あの、やってる人はやってるからね、賢い人とか。あの まあ、やってる人はなんか夢を、夢っていうかそういうのを、なんかダメだっていう人はなれないんだよ、みたいな。なるっていう人だけがなるんだよって、誰の真似かわからんけど、まあ、そんな感じやから、まあま、あやってみよう。あの、どっちみちあかん人生やったら、やってみてあかんでいいやん、みたいな感じの話で。まあ、そう、壮大な、これ。まあ、夢の、もう一個先の夢、の夢みたいな話なんやけど、とりあえず日本一周、 どうやってやるかみたいなの動画ばっかりを上げて、ちょっとずつ進んでいくのを、皆さんのあの力を、オラにみんなの力を分けてくれみたいな感じで応援してもらうと思うんですけど、登録者数一人です。ということで、誰の力もまだ借りれない。一人の力は借りれます。はい。んで、そうですね。オラにみんなの力を分けてくれかっこお金みたいな感じですけど、お金欲しいですよね。ね、まあ。 そんな感じで何をするにもやっぱお金っていりますよねお金欲しいなっていう話で最後寂しい感じで終わろうかなっていうまあそういうことであの、まあ、何まあしょうもないいつも寂しい感じになるんですけどあのアイスマン福留みたいなさんをあの目指したいなとこの人めっちゃ賢いわけではないって言ったら失礼やけど行動力はある,んやあると思うんですけどそんなに別に。 エリートでもない、高卒やったと思うし、ね、そんなに賢くもないけど、すごい、あの、一般社団法人のアイスクリームね協会みたいな自分で作って評論家み、協会を作って、アイスクリーム評論家として、あの、まあ、たまにテレビ出たりしてたりして、すごいなぁと思って、僕は、まあ、そう、すごいなってこの人は思ってます。まあ、尊敬できる人の人、尊敬、 でいいああ尊敬できる人です。はい。みたいな感じです。すいません。どうも、なんかぐだぐだとしょうもない話を、とりあえずやってみました。はい、ありがとうございました。さよなら。